はい、今回ご紹介の部屋は山手第三コーポラス京浜東北線根岸線の山手徒歩13分、森林公園の目の前にあります山手第三コーポラス 2LDK、1階の50平米のお部屋のご紹介です。玄関脇にはセパレートタイプのシューズクロークがあります。で、左手入りまして洗面室ですね。洗面室の洗面化粧台は新規交換してありまして、奥にトイレ、トート製ウォシュレット、壁掛けリモコンがついてます。で、バスルームのユニットバスですね、こちらも新規交換してあります。窓がついてます。浴室乾燥機はついてないですけど、追い炊きはあります。で、左手ですね、左手は洋室になってます。6畳弱ですね。で、ハンガーパイプスペースのクローゼットがあって、上がちょっとこう、なんでしょう、すりガラスになってて、向こうの洋室とつながってる感じですね。はい、ちょっとアクセントのクロスが貼ってあります。で、システムキッチンは新規交換してあります。白基調、部屋が広く感じますね。ちょっと畳数書いてないんですけど、ウィングダイニングキッチンで10畳ぐらいでしょうか。で、壁にはですね、アクセントカラーのクロスが貼ってあります。で、テレビモニター付きのインターホンですね。オートロックはないんで、ドアのインターホンになります。で、洋室ですね、洋室もアクセントカラーの、クロスが貼ってあります。で、こちらにもクローゼットですね。天井までのクローゼット、ハンガーパイプのクローゼットが付いています。で、南向きになります。南向きになりますが、こちら1階に専用庭ですね。これ隣も庭になってるんで、このマンションちょっと図面上だと、庭表記がないんですけど、結構広い庭がついています。で、前マンション建ってますけど、まあ日差しは距離があるので、入ってくると思います。はい、以上、山手第三コーポラス 2LDK、50平米のお部屋のご紹介でした。